六六組のエンタメラボようこそ。六六組のサクとペチとキメロジです。ということで、笑うマトリョーシカ5つの事故整理整理ということで、やっぱこの作品たくさん謎が残ってますよと。うん、そうだね。うん、なんか家で焼肉した時の部屋の焼肉一周ぐらい残ってる。ああ、ね、残るよ、それは。これは消えないんだよね。意外にお好み焼きもね、残るよ。残るよね。結構残る。ソースは結局。残るよね。うん、あるうん。あ、どうぞ続けて。やっぱりちょっと謎整理はね、頻繁にやっていきたいなということで。そうだね。今回はですね、取り上げるのは、まあ、工事する4つの交通事故が起きてますよと。はい、うん、これが結構物語の真相につながるキーであると思いますから、まあ、これをちょっと整理していこうと。まあ、道上父の交通事故から始まり、それと似た事故がポツポツとこう明らかになってきた、積み重なって4つ、交通事故が起きてますから、うん、まあ、この事故を整理して考察していこうということで、はい、ちなみに雑談ですけども、うん、お二人は交通事故に遭ったことありますか？なぁ、直はないな。車乗ってて追突されたとかあるけど、僕は見たことあって、あ、柔道着の少年が引かれて、すいませんでしたって言っていなくなったの。強っ。でもそれで言うとさ、俺とサクさ、マジで目撃したよな。え、あれ、ママチャリが引かれるところ。見た？覚えてない。あれあった。あと俺のが絶対ふわっと終わったけどこいつがすごいね。はい、ということで事故だけにはお気をつけてくださいね。はい、はい、ということで最後にご視聴よろしくお願いします。お願いします。ということで、交通事故を4つ整理していきたいと思いますけども、事故の概要、そしてまあポイント、そして事故に関与してそうな人物をこうピックして、ここら辺を語っていければなと思います。まず最初1個目はですね、道上父の交通事故。はい、こちらにあります。事故概要を見ていきましょうということで、2022年に発生して、被害者は記者の道上父と、うん、まあ、残念ながら亡くなってしまって、まあ、原因はですね、相手の居眠り運転ですね。うん、で、尾行を言いますと、事故当日道上父は鈴木に取材をする、まあ、BG 株事件のことで取材をする予定だったと。で、その鈴木とね、集合場所を決めてあるところで、まあ、待機しているところに事故に巻き込まれてしまったというふうな事故でございます。うん、まあ、ポイントとしてはこちらですね。道上父、亡くなった後に何者かが BG 株事件の情報を盗んでますよと。うん、まあ、これはですね、事故を起こした運転手とは別の人間が現れてるんですね。うんうん、で、計2回盗みをしてると。まあ、1回目は事故直後の道上父の車から、2回目は道上の実家、ね、取材ノート盗みに行って、まあ、データを、まあ、情報を消去してた、はい、ってとこですね。うん、はい、ということで、この事故に関与してそうな人物をピックしてみましたということで。はいはいはい。まあ、この中にいるんじゃないかと。いそうだね。まあ、運転手は、まあ、ただの実行犯でありますから、はい、指示した人間、計画した人間がいそうだよということで。うん、まあ、これ言っとくとオリジナル展開ですから。そっかそっか。そうだよね。はい、僕もちょっと考察加わりたいなと。あ、そうだよね。うん、はいはいはい。当初誰でしたっけ？最初ね、坂本だね。坂本か。あ、って言ったけど、はい、で、誰の指示っていうとこは結構ここには載ってない有名政治家から指示をもらってとか、そんなような考察したけど、うん、当初はね。そうそう、ただそこから今度整形なんじゃないみたいな話は何回かした。ああ、整形、うん、それこそ鈴木が一番ないねって話をして、うんうん、でも BG 株事件を調べてて、道上父もね調べてたわけだから、殺しちゃダメだよねっていうところで、うん、そうなると整形の父は BG 株事件でおそらく関わってそうだねっていう話から、はい、じゃあお父さんの悪いことを隠蔽するために清家が道上父を殺したんだよね。うん、そんな考察はしたけども、まあ清家一郎が自分の政治活動、うん、まあ、邪魔になるから、まあ昔あった、うん、まあ身内だけどね、うん、お父さんの不祥事を蓋をした、うん、そうそうそう。なんか最新の話を見るとさ、清家と父親ってなんかそんなに信頼関係も全くなさそうぐらいな感じだから、てかまあ住んだこともないからね、うん、一緒に。そうだよね、はい、まあでもそうか、清家は自分の活動のために消したっていう方だったらあるのか、うん、そうだね、うん、それで言うとさ、やっぱその清家の政治家のなんだ活動の道筋を立ててるのってさ、うん、まあ広子っぽいじゃないですか、はい、まあね、うん、ブレンドされてる。だからまあ、うん、まあ、そうか、広子が一番やっぱそういうのを懸念してると思うんだよね。確かに。親父の何かが出てくるっていうと、やっぱ広子が指示して誰かが実行犯になると、なんか割と佐々木がさ、結構密に連絡取り合ってるから、佐々木がそういうのやっててもおかしくないのかなとは思って。確かにね、うん、割と当時の鈴木みたいに佐々木も広子に取り込まれてて、
やっちゃうっていう。ありそう、まあね、ありそうだね、うん、確かに正規は何にもしてないっていうのが確か考察で結構俺らするから、ね、そうだね、確かにそう考えると周りが勝手に、うん、やってくれてる、うん、僕個人的に思ったのはまあこの実験で、まあ、情報がなくなったって誰が一番得するのかなと、うんうん、思ったらやっぱりちょっとノートに名前があったやっぱ羽生総理とか、ね、まあ、そうか、諸橋外務大臣、はい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 、あれが結構その直接的にダメージを受けるのかなそうだね、うん、いうことから、まあ、一番得してるのはやっぱこの2人なのかって思ったんですよ、まあ、確かに、はい、となるとやっぱこの総理とか外務大臣からの指示を坂本が受けて、うん、あまあ、そっちはあるねやったみたいな、はい、でこの坂本もちょっとそのどっちかというとハブ側とかね、うんうん、なるほど、もともと根底にはハブがお世話に、うん、ハブのお世話になってた人で、うん、ちょっと政権の動向をチェックしてくれてって言われてるかもしれないから、うん、そうだね、割とあるのかなっていう、うん、そうだね、うん、坂本の裏切る感はすごいからなんか ね、 ね、 あるね、まあ、ちょこちょこ政権の動向何してるんですかみたいなね、ちょっと道上と2人で喋ってる時の結構こうカットインしてくるからね、うん、そうだよね、うん、ここら辺はありそうかな、うん、はい、で続いて2つ目の事故はスズキの交通事故でございます、うん、はい、こちらもですね2022年に発生しておりまして、被害者はスズキ秘書、まあ、重傷を受けてましたね、原因は相手の居眠り運転ということで、うん、こちらポイントはですね、まあ、つながる43歳、まあ、狙われた暗殺とそこだよ、ね、になりますね、はい、まあ、清家が大学時代に書いたハヌッセンを肯定する論文、まあ、ヒトラーのブレーンと言われているこのハヌッセンという人物、まあ、これについての論文だったと。でこの人物が歴史上でいうとその43歳で暗殺されてましたよと、うん、まあ、そこに何故かリンクして43歳の時に狙われたと、うんうん、まあ、これはこの事故は誰か書いた誰かが仕組んだシナリオなのかもしれないというふうに進んでますと、うん、なるほど、はい、ということで事故に関与してそうな人物をピックしました。こちらになりますと、うん、まあ正規から始まって佐々木で終わってますね、うん、なるほど、まあこの中にいそうですよね、そうね、この中だと生きてれば真中ありさはな、ね、まあもちろんね、あーそうかそうか、うん、ただ生きてるか分かんないからまた考察が難しいし、うん、確かに、うん、まあ、ポイントはやっぱこのシナリオ通りに進んでるっていうのはねドラマでも描かれてましたよ ね、 ね、はいはい、うん、だからこの一番で言うとやっぱ真中、そうだね、ありさがやってるんじゃないかっていうね、そうだね、まあ、だし普通に鈴木は邪魔と思ってそうだもんね、やっぱり自分が政権を操りたい、もし、うん、もちろん生きてればの話、うん、ってなると鈴木が邪魔っていうところだと、まあ、真中ありさが一番あるし、やっぱりひろこ、うわそうだね、やっぱ一応出てくるのか、そうか出てくるんだよね、うん、でさっき言ったそのひろこ佐々木ペアがやっぱ浮上してくるっていうのは、ね、ここも変わらずにとは思っちゃうけどね、まあ、最近だとそのひろこと、まあ、鈴木はなんか深い関係にあったみたいなこともありますけども、うん、はいはい、まあ現代では あそこそっか、そう殺意にか向けられたみたいなね、結構怖い展開ではありますけど、あ、そうだね、まあそのシナリオというかね、まあなんだろう、そのずっぷりありさとね関係が深い、まあ清家一郎もね、うんうんうん、穴がちこう外せないなっていうのもありますよね、まあそうだね、まあ、僕ら前に考察しましたけど、はいはい、うん、あれ結局誰かがやったんじゃなくて清家自身が仕掛けたんじゃないかみたいな、うん、そうね、のもありますから、うん、まあ、ここも結構衝撃ではありますよ、犯人は。そうだね、で、答えは何なんですか言うかいや、さらっと言いませんよ、しかしね、はい、ということで次、3つ目いきましょう。ということで、武智代議士の交通事故、はい、はい、これは2006年に発生してますね、うん、被害者は武智代議士、まあ、死亡したよと、原因は相手の脇見運転、尾行を言いますと、武智が地元愛媛に帰ってる時に、事故に遭ってしまったと、うん、でこの時期に、武智と不倫関係にいた女性がいましたよというふうにドラマでは描かれてました、はい、でこの事故のポイントとしては武智の事故死で清家が初当選をしてるっていう、うんうん、ここもまあ仕組まれてる匂いはプンプンするなというところで、はい、事故に関与してそうな人物はこちらになりますと、うん、清家一郎、ひろこ、鈴木、有沙、佐々木ですね、うんうん、安定のメンツって感じで、まあ、まあこうなってきますよね、でもそうだね、割とここに関しては鈴木の可能性とかもあるのかな、うんうんうん、まあ ね、もう殺されなくても2年後には慣れたっていう話がね、まあそうかそうか、藤田おじが言ってたそうだよ ね、 ねってなると27っていう数字にこだわりがあるのはやっぱり何回も言ってるけど真中ありさ、でもこれも生きてたらっていう、ね、そこなんだよ、生きてなかったら全部崩れちゃうね、そうなのよ、そうなんだよな、ここはありさでいいのかなって俺は思っちゃう、まあね、これ結構だいぶ前だからね、2006年となると、うん、あまあまあ18年前、16年前、うん、まあそんぐらいになりますから、でももう20
何歳でしょその頃って67でしょ、ね、うん、うん、だ前の考察でも言ったけどもうそうなるとでもさヒロコはずっとさアリサを煙たがってたわけだから、はい、それなのにねこの清家とか鈴木らへんをアリサがまだ今ううなおうろちょろしてるっていう状況は、うん、まあ考えづらくはあるなぁとは思ったんだよ ね, だねなんで排除できてないんだっていうところがあるから、ね、うん、ちょっとアリスできないんじゃないのかなとは思っているんだけどね、まあ、大学4年の時にまあヒロコ、まあ、鈴木が、うん、まあ、22歳の時にね、うん、消せと言ってるから、うん、そうでそので消せなかったんだったらね、まあいるんだろうけど、うん、ヒロコそれでいいのとも思うし確かにね、うん、だから割とねやっぱヒロコの指示で誰かがやってるってのが、はあ、まあその不倫相手が誰かっていうのも、まあそこなんだな、まあそこもね結局ね、うん、別にこれこの不倫をしてる彼女が全く事故に関係ない可能性も全然あるんだけども、まあそうだね、まあちょっと繋げて考えてしまうよねどうしても、まあ、そうだね、そうなるとヒロコがやっぱ不倫相手にはなんかね、まあ、ピンときそうというか、そうだね、そうなんだね。では続いて4つ目に行きましょうということで、最新情報ですねこの4話終わった時点での、はい、清家義和の交通事故。わてた、はい、あ、はいはいはい、まあ、これ約40年前の事故になってしまうんですけども、うん、まあ、被害者は、清家義和が死亡していると、原因は相手の脇見運転と劇中で説明がありました、うん、尾行を話すとですね亡くなってしまった義和はですね愛媛の資産家ですね、まあ定年というかまあ60ぐらいの時にですね、まあ、ひろことの結婚したわけですね、うん、その2、3年後にこの世を去ってしまうっていうね、はい、うん、これもだから匂うよと。なるほど。だからポイントで言うと、まあ、仕組まれた事件、うん、なぜ義和は狙われたんだっていうね、はい、もう、まあ、急死に近いですからこれは。そうだよね、はい、ということで、まあ、事件に関与してそうな人物はこちらになりますと。おお、こうなんのか、なんか、まあね、渋いメンツだ。そうなんですよ、渋いバチェラーみたいな確かに、まあ、どうしてもこの先ほども言いましたけど、いや約40年前の事件だから。そうだね、うん、まあ、どうしてもこの今出てる相関図で言うといけそうな人物ととりあえず並べたみたいな感じになりますけども、うん、そうだよね。まあちょっとおじたち、ねきたちが、まあね、まあちょっと和田島武智ら辺は匂うけどね。それはやっぱヒロコと何かね関係があった人物ってなると、はいはいはい、まあ武智はまだ分かんないけど、うん、この辺が匂ってくるけどね。まあそうだよね、だって和田島はその後に結婚した。結婚してないんですよ。結婚してないのかこれ。はい、うん、そうか。その、まあ、前に関係があったってことだね。そうなんですよね。そういうことか。そうだね、もう清家ヒロコのお腹には一郎がいましたから。そうかそうか、これは完全に和田島の息子と。そうだよね。そっか、自分の元から分かんないけど逃げちゃったわけだよね、和田島の元から。あれ違う、これね、ここいまいち分かんねえんだよ。広和の元に行っちゃったってことは和田島逃げられたんじゃないの。ああ、なるほどなるほど。こういう順番なの。そうそうそう、はいはいはい。ってなると、まあ和田島はそうね、広和に消えてほしいって思うのは、まあそうね、不思議じゃないよねとは思うけどね。ここマジで描かれてないんで。まあそうだよね、そこまで考察ポイントなのか。そうなんですね、ここは。でも原作にもあるんですよ。そうだよね、この義和の死っていうのはね、うん、はい、まあヒロコの取り合いっていうところだと和田島はやっぱり怪しい、まあね、まあそうだよね、和田島王子は。でもしかしたら、すでに武市と何か裏でなんかね、うん、繋がってたりしたら、ヒロコが、うん、なんかお願いっつって武市がやっちゃってるとか、うん、計画しちゃってるとかも、うん、はい、あれそうだし、まあでもやっぱこの2人がそういったね、ヒロコのお願いでやってるっていうのは硬そうではあるっていう、ね、そうだね、和田島武智の怪しさ。そうだね、いやまあこの辺りにはなるんだよ、うん、まあなんかその資産目当てだっつってもさ、うん、別に遅かれ早かれなくなるわけじゃないですか。そうなんだ、まあまあ確かに下手にさ手をかけた方が疑われて、はいはい、もらえるもんももらえなくなってしまうっていうのことがあるから、うん、確かに、まあ、何かしらの事情があったわけですよね。まあ、そうだよね、早めにやらないといけなかったみたいなところがあるんじゃないですかね。でそれこそやっぱ官房長官になるためにやっぱそれをせざるを得なかったみたいな。ああ、だから人殺し用ですか、和田島が。資産が必要だった。資産だった。なんかその金、あ、いろいろね、ヒロコからね、そうそう、政治にとかそういうこと。はあ、ははあ、うん、すごい。だから裏、なんか別にその結婚はしないけど裏で繋がってるみたいな。繋がってたみたいな。やっぱ本命はこっちだったのかなって、うん、なんかね、まあね、うん、まあ深い関係になってるからね、二人は。より そうだよね、うん、なるほど。ここはまだ描かれてると思います。はいはい、はい、ということで、まあね、この犯人たちがね徐々に明らかになって物語に真相にどんどん近づいていくと思いますから、うんうん、皆さんの思う犯人、この人が仕組んでるんじゃないか、この事件はってのあったら、コメント欄でよろしくお願いします。ということで、僕たちはですね、考察チャンネル以外にもサブチャンネルですとかペチの個人チャンネルやってますので、こちらもぜひ見ていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、ロクロクでした。
ご視聴どうもありがとうございました。このチャンネルが良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで最後にペチ、はい、三大アホ事件あれどうかよ、終わっちゃったあーめっちゃ迷わない、めっちゃおもろいこと思いついたの最悪くそー